さあ次はシグマエッジですね。5回戦ってことは、トップ8か勝者側に。そうですね。モーターファイナル。ロイカムイ。ほう、なるほど。すごい組み合わせだ。絶対違う。シグマさんのカムイはまだありえるとしても、エジクのロイはまあ、まあ、ないやろうな。ないでしょうね。キャラパワー的に。イドゥーンですかね。まあおそらく。まあ、そうですね。そうですね。ステージ戦場。ブーメランの下を通って突っ込んでいく。先から掴みに行くがジャンゴを置いている。取らず爆弾からの空中前爆弾投げて空中した。おっと、行き過ぎだ。まあこのゲームでよくあるやつです。そうですね。振り向いて掴もうと思ったら勢いやばってダッシュが出るやつ。さあね、投げから空中ショー。ただガードを解除して振り向いて掴むというだけの動作がなぜこんなに難しいのか、先行入力のせいです。下を掴んで上投げ空中しろ。だけどこれは爆弾が爆発して下をガードして使って、うまいですね今のは。チューンならではの反撃方法。そうですね。ワイヤーでないと届かない。だけど上スマッシュダメージを稼いでいく。これはおー危ない。怖い怖い。あ、これは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 まだ大丈夫じゃない。あーっと戻れない。いい爆弾でした。爆弾に当たってしまって空中前が入る。さあね、上投げ空中へ入らず、ブランブラン。これ爆弾の時間調整。ジャックを置いて2回目取らず影響、2回目取らず。さあしかししっかり振り向いてジャックを置いている。先ほどから上スマッシュで撃墜。これは撃墜です。さあ 28% まだまだ全然取り返せるパーセントですね。口に取る、口しろ。ああなるほど。さあ 61% 対 29%。 序盤がまあエッジ D が少しリードしてましたが、中盤からはずっとシグマトゥーンが若干リードを広げることもなく、ただ狭まることもなく、じわじわとお互いのパーセントが増えている感じですね。これは上スマッシュ。おお重たい。際どかったですね今の。爆弾が1枚のだ。あ、うまい。爆弾投げていく。バナナあると思ったらなかったです、ね、いや気をせる。あなたに家、あなたに家。おお、マジか。病気の下行空中しろ。空中前、これは低い。あ、しかしそれのスピードならまだ。これは上スマッシュ。あー撃墜。爆弾の爆発するタイミング次第ではね、逃れることもできました。そうですね。さ
まあ、かなりいい勝負でしたね、1本目。さあ2本目参りましょう。エッジシグマ2本目。せいや占領です。あの野郎さあ、ここまでの展開は五分、五分三ではないけど五分。まあいい。くうまいくうまい、ジャンプがない。さあ しっかり返ってくる。爆弾をキャッチするのくうまいだが、おっとくうまい。さあ爆弾を投げて、もう一度爆弾。おっと危ない危ない危ない。おお拾いやがる。しっかり振り向いてますね。爆弾お互いに当たる。上だけ空中傷入らず、掴んで前だけ。首の奥の置き方がいいですね。そうですね、もうかなり首を折っとく上。さあ持続とは読めないぐらい持続なシリーズ。ちなみにもう一つは俺の中ではソニックの空中傷。いやそれ持続ちゃうやろシリーズ。カウイを見習ってほしいよ。出してからさあ飛び道具マスターは非常にうまいが、それをかいくぐってフリップを置いている。しっかりガードを固めて下げよ。上投げ空中ガード解除反転した。今日早い渋い。誰もそんなとこは見てないかもしれないが、いや見てると思うけど、あれはね難しいんですよ。そうですね、やってる人ならわかりますけど。フリップフリップ強い。だって下京と空前怖いんだから、それはガードにやっていう話になるんですよね。やっぱりこの単純なね、崩しの2列がほんの強いやん。ほら、下京これは横スマッシュホールドしている。あこのエッジ走者がトップ4。 やはり来てますね来てますね。この男